はい、ほら始まりました。もちろんね、さあ受けてきました。第360回トイック公開テストですね。いやー、なかなか今回のパート7は難しかったと思いますね。まあいつもむずいんですけど、いや時間かかったな。ただ時計持ってってないんでどれだけ時間かかってるのか不明なんですが、いやきつかった。いや読み直したな。どこに答えあんだよ、これ本当にそれ言えんのっていうのが多かったし、実際今も終わった段階であれ本当に言えんのかなって思ってるのが何問かありますね。はい、どうだったでしょうか。では見ていくというか、それぞれとね行くんですけど、まあ今回の会場はね同じとこだったんだけど、建物が違ったんだよね前とね。で冷房がそんなに強くなかったですね。はい、だそれが良かった。前はもう寒くて寒くて死ぬかと思ったんですけど、だから服ね、上羽織るもの2枚持ってったんだけど2枚いらなかったですね。あとなんかあんまり若い人が少なかったね。なんでなのかよくわかりませんが、はい。で見ていきますね。パート1がまあ普通かややなんかな。1個自分もどれが正解って思った、違うと思って排除してたのがおそらく正解なんですよ。その後正解出てこなかったから、うん、だからちょっとってなったんで、まあややなんかな。まあ公式問題集新しいの出たんですけど、それよりむずいかな。やっぱりパート1はなんかが目立つっていう感じだと思いますね。はい、続いてパート2、まあ、これはややなんかな。まあ普通って思う人もいるかとは思うんですけど、なんかね騒音がすごい会場だったというか、なんかね携帯が鳴ってると思ったの、ううみたいなのが、それがずっと続いてたから、あれ携帯じゃないのかもしれないんだけど、でそれがすごい気になったとこに一問めっちゃむずいのが来て、それが合ってるのか合ってないのかわかんないままなんで、一問あれどっちだろうって思ってます未だに。はい、わかんないな、どうだったんだろう。まあね別のことを考えちゃったりとかもあるじゃないですかよくね。そういうのであれどれだったらとか、どっちだどっちだどっちだって言ってわかんないまま行って、まあ一応その列の中で少ない方の選択肢にした。はい、ね、でもまあ変わんないんだよね、 A と B で悩んだんだけど、まあどっちにしろだからな。うん、どっちの可能性も全然あるし、ただ B が4つ並ぶのは嫌だなと思ったから、まあ一応 A にしたんですけどね。はい、どうだったでしょう、わかりません。でパート3、4、まあこっち一応普通としておきますが、やっぱ場面がね思い浮かばないといけないよね。まあ昨日の動画でも言った通り、やはり環境がすごい多いんですよ。まあ何回も出てきたね、今回のそのパート7にも何度も環境の話出てきたじゃないですか。やっぱデジタル化と環境に関してのトピックはものすごく多いわけですね。被ってんだよねかなりね。選択肢が同じような選択肢、なんか4だっけ、2問連続でなんか同じ選択肢いたよね環境系のやつで、で片っぽ正解で片っぽ正解でしたけど、うん、っていうのがあったり、あとパート5に答えになるやつもいたよね。いたし、あと7にもいたな。パート7に思いっきりその表現丸々載ってた答えになるやつが、パート5のその見直して全部終わった後にパート5見直した時に、これさっきいたじゃんって思ったもんね。本文中に出てたじゃんこの表現って思って、それを思いっきり正解に出すんだって思ってね、ちょっとね驚いたんですけども、っていうかまあいつも他のパートにパート5の答えありますからね。はい、なんでそれをねいつも耳張っといてください。ただまあ一問ちょっとねよくわからないまま終わってしまったパート4が、ああしまった聞き逃したって思ったけど、まあ多分合ってんじゃないかなとは思います。はい、続いてパート5ですね。まあややなんかな、これは難しい表現が多かったかな。ちょっとコロケーションですね。コロケーションっていうのは5と5の間じゃねえ、5と5の相性なんですけど、そのコロケーション問題が結構きついのがあるんじゃないかなと思いますね。これとこれ合うのみたいなね、この名詞を修飾する形容詞の役割になるやつってどれみたいなのが難しかったなっていう印象ですね。でただややにしてる理由があるんですね、これ。まあ普通の受験者からしたら何の可能性も結構あるんですけど、なぜややなんかっていうとですね、全て過去に出たことあるんですね。そうだ、見たことあるものだったんですよ全部。だからまあややなんとしておきます。普通に僕がもし初見で出会ってたらかなり悩むと思います。これどれってなるんだけど、もう過去に出たものを見て、まあ全く同じ問題の可能性もあるんですけど、トイックってリサイクルされるから。でもまあ違ったとしてもどこかね、本文中ねこのリスニングかリーディングに出てたっていう可能性ありますね。あ、もちろんなのでトイックって複数フォームがあるから同じ問題を受けてるとは限らないですからね。はい、午前も一つより多い数あ
能性が高いですね。この日曜なんで今日は。土曜の時は一フォームしかない可能性が高いんですけど、はい。日曜の場合は複数フォームある可能性が高いので、まあ、どれになるかわかりませんが。続いてパーセックスですね。これはまあ、普通としておきますね、一応。分相入問題が前回よりだいぶ優しかったかな。うん、取りやすかった。ああ、これかなっていうので、間違わずにやることができたので、まあ、いけたんじゃないかなと思いますね。ただ一セット目は場面が浮かばないと分かんないよね。あの辺はやっぱネットに関して多少は精通してるというか、多少の知識がないと一体何が起こっているのかさっぱり分からずに終わっちゃう人がいるんじゃないかなと思った。うん。だ文章入のところにね、代名詞で答えが出せるやつとかあったんで、やっぱそういうのがある時って優しめなんですよ。もうはっきりとこれだろうっていうのが分かるんでね。ただ第1問目は場面が分かってないと、もう一個の選択肢ね、文章のやつ入れるやつ、もう一個のやつに引っかかっちゃうだろうなと思った。はい。続いて、最難のパート7ですね。いや、もう本当にね、やばい。難かったわ。いや、こんなにむずいのはね、なかなかないなと思った。どうでした？やった皆さん。いや、終わんないでしょ、ほとんどの受験生。こんなにも探して、これが答えのヒントになんのかな？これで言える？これって書いてあって、これを正解にできるって、推測が、いや、そりゃやりすぎだろ、みたいに思ったのが結構あったんですよ。どうです？いや、僕は結構やりすぎじゃないのって思ったんですけどね。はい。そんな感じでした。だから本当にパート7これできるようになるのって大変。量も多かったしね。いや、読み直さなきゃいけないのが多かった。今回、やっぱり。あとは何、何最初のさ、このさ、1セットあってさ、1、2、3、4って、例えば4問あったとするじゃないですか。4問付きの問題で、最初の問題のヒントが一番最後にあるとかっていうのもあったし、今回ね。だ自分自身は設問全部見てから解くからいいけど、1個ずつやっていく人なんてめちゃくちゃめんどくさくて大変なことになるなって思ったね。はい。で、ダブルパッセージで一個別に照らし合わさなくても答え出るくねっていうのはちょっとあったけどね。そう、もうそれ出しちゃってる状況で、もうね、答え出てる状況で全部解いて5問。あれ、照らし合わせなかったなって思って、みんな押そうとした時に、ああ、そうか。下にもうちょっと詳しく書いてあるからか。っていうのはね、あったりもしたんですけど、まあ一つ言えることは消去法大事だなって思いますね。はい。消去法を使えるようにしておくことが、どのセクションでも大事になってきてる気がするね。まあパート1、2は昔から言われてたけど、セブンでもうこんなに消去法を使わなきゃ無理なのかっていうのが、まあ今回思った印象ですね。はい。そんな中、私の講座出ました。オンラインのですね。はい。TOEIC Essentials っていうのが出ましたんで、ぜひそちら見ていただければと思います。ちょっとプロモ、はい。これ、ね、自費出版ですので、はい。めちゃめちゃ大変です。売れなかったら、マジで大変なんで。で、しかも値段安くしたんですよ。普通ね、こういう講座ってね、こう出したらね、何万とかするのが当たり前です。ネット上のやつってね。高いとかってコメントを出してるね、まあまあ学生さんは分からなくはないですよ、5500円。でも普通こういうのってネットで売られてるのって何万するんですよ。で、もう、まあ安くしたいっていう希望で、はい。皆さんに見てもらうために、はい、安くしましたんで、ぜひ、本当に購入していただかなかったら、いただかなかったらですね、自費出版なので、もう大赤字になってしまいますので、はい、ぜひともよろしくお願いします。この動画講座ですね、TOEIC Essentials。まあ、初級から TOEIC を伸ばしたいっていう、どこのレベルの人でも役立つものになってますんで、まあ、ダンさんが作ってるので、TOEIC のね、講座いっぱい作ってる、教材もいっぱい作ってるダンさんのものなので、はい、質が高いものになっておりますし、まあ、最近の TOEIC に合わせたいろんな知識を喋ったりもしていますし、本当はね、エッセンシャルズって言えるほどそこまで優しくないんじゃないのって思ったこともあったんですけど、今のTOEICがめちゃめちゃ難しくなったので、ほんとエッセンシャルズです。はい。もう基本というか、これできなきゃいけないよっていう問題が集まっていて、でパターンっていうのをね、分かってもらえるように作ったっていう感じです。はい。なんでぜひともお願いします、こちらね。はい。本当にもうかかっておりますね。もう準備もめちゃめちゃ時間かかったし、ほんといろんなことがあって
ってでも作り上げるの大変でいろんな人が関わってくれて作っているものなのでぜひともお願いします。はい、反省会ラジオやりますので、6時からそちらも見てください。そしてメンバーシップレベル2ではいつもトイック対策の、動画出してますのでそちらもご覧くださいということでございました。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 受けた皆さんお疲れ様でした。